しないことで合意しました。また、韓国によりますと、トランプ大統領は韓国と朝鮮の間で始まった対話を評価したということです。トランプ大統領とムエイン大統領、日本時間の4日午後10からおよそ3分間電話で会談しました。ホワイトハウによりますと、両首は北朝鮮に対する圧力を最大限に高める、利組みを続ける一方、例年2月から3月、かけて始めている米韓合同軍事演習をこちは来月の平昌オリンピックの間中は実施せず、大会の安全を確保するとに最善を尽くすことで合意したというとです。また、韓国側の発表により、ス・ムン大統領は平昌オリンクへの北朝鮮代表団派遣をめぐって、北韓の対話が始まったことについて、との対話の過程では、アメリカと緊密に協をする。南北との対話が北の核問題解決に、けた米朝対話の環境づくりに役立つと確信、ていると述べました。これに対し、トンプ大統領は、南北間の対話を評価し、よ、結果が出ることを望むとした上で、北朝鮮との対話で、アメリカの助けが必要なら、いつでも知らせてほしい。アメリカは 100% ムン大統領を支えると述べ、ということです。ムン大統領として、北朝鮮が韓国との対、姿勢に転じたのは、米韓まで、同盟関係を揺ぶる意図があると、指摘される中、今回、電話会談でトラン、大統領から対話への支持を取り付けたと、で、南北対話の加速を図るものとみられ、外務省、動向を注視、外務省、発表されている情報だけでは判断つかず、引き続き、情報収集を進めると、もに、北朝鮮に関する動向を注視していきたいとしています。また、これに、だって、外務省の金杉アジア大洋州局長、4日午後、韓国外務省のイ・ドフン、リ、イ・ソー朝鮮半島平和交渉本部長と電話で、しました。会談は韓国側からの申し、で、行われ、北朝鮮のキム・ジョンウン、金正恩朝鮮労働党委員長による新年の説を受けて、ムン・ジェイン政権が来た朝、南北の高位級会談を呼びかけたことな、南北関係をめぐる動向について意見を